WX310K はウィルコム向けに供給された強セラ製 PHS 端末である。過去の強セラ製 PHS である RK3001V の後継機種にあたり、ユーザーにより K ポン2等の相性が付けられている。全機種である RK3001V が PHS としては異例のヒット商品だったことから、最大の特徴であるオペラを搭載する路線を踏襲。 動作が緩慢、内蔵メモリの容量が少ないなどといった AK3001V の不満を解消し、最大 128kbps の4、X パケット方式に対応。メガピクセルカメラや Bluetooth、ミニスドカードスロットを内蔵。USB マスストレージクラスに対応し、ミニスドカードリーダーとしても使用できるようになっている。 ベッ専用サイトからライセンスキーをダウンロードすることにより使用できる QR コードリーダー機能、フラッシュプレイヤー、有償にて、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF などの文章を閲覧できる、ピクセルビュワー,ー、動画撮影機能、ミュージックプレイヤーなどを搭載することが可能。前述のダウンロードにて追加できるフラッシュプレイヤーはオペラと連動しており、 パソコン向けのウェブサイトで使われているフラッシュコンテンツを再生できる。またミュージックプレイヤーを追加することにより、アトラック3および MP3 に対応したアトラックオーディオデバイスとして本機を使用できるようになるほか、MP3 ファイルを着信音として利用可能となる。なお、アトラックはメモリースティックを推進するソニーが策定した企画であるため、SDK のメモリーカードで アトラックデータの記録、再生に対応しているケースは稀であり、本機は数少ない SDK、メモリーカードを使用するアトラック AD 機器となっている。2008年12月にはスペシャルモデルと称したウィルコム定額プランが本体代金込みで2年間、月々980円で使用できるモデルが一部で販売された。本体仕様は通常モデルと同一である。 ソフトバンクモバイルのホワイトプラント同額で24時間、通話定額やメール定額、より低廉な価格でパッケット通信が利用できる。ありがとうございます。